ソレノイドコイルとは、針金など紐状のものを、螺旋状や渦巻き状に巻いたもののことである。電気回路における素子として用いられるほか、バネとしても利用される。明治末から昭和前期には、旋輪とも言われた。コイル及びフェライトコアスパイダーコイルコイルに利用する、電線を巻き線という、コイルの性質を変化させるために、コイルの中に入れられる、 強示生体の部品を自己コロという。自己コロがないコイルは空芯コイルという。コイルを利用した変圧器電磁誘導を利用した例その他インダクタの電気用図記号その他の回路図記号このバネ類の特徴として荷重と変形に比例関係が得られる環境体制がある安価で大量生産可能といった特徴がある。受ける荷重の種類によって 圧縮コイルバネ、引っ張りコイルバネ、ねじり、コイルバネといった種類に分けられる。例えば1907年、文明力電話機使用問答全国書士番号、4 6 7 1 6 0の目次に、6誘導線輪、代二24問、至り第26問とある。また、昭和14年内閣国示第1号、電気関係標準用語にもある。 ブリタニカ国際大百科事典小項目事典、自己心得き、機械要素基礎の基礎、P166 バネ技術研究会、1998、バネの種類と、用途例初版、日刊工業新聞社、バネ技術シリーズ ISBN4 から 526042323P6。ありがとうございます。